秋元康プロデュースの昭和歌謡グループ祭り、よみ祭りの初オリジナルソング今さらカッコつけてらんねえが、フジテレビ目覚まし8の2月3月のエンディングソングに起用された。昭和歌謡を令和の時代にリバイバルさせ、日本を元気にさせるべく、夢を諦めるな。オーディションで3000人以上の中から選ばれた6名。そんな祭りに秋元康プロデューサーが与えた初のオリジナルソングは、この最後のチャンスをつかむために今さらカッコつけてる場合じゃない、プライド捨てて全力で前にだけ進んでいけという思い。今回祭りのメンバー渡辺誠がコメントを発表。この度目覚まし8月3月エンディングソングに僕ら祭りの今さらカッコつけてらんねえが決定し、メンバー一同とても嬉しく思っています。この曲は夢を諦めないをテーマに、秋元康先生に歌詞を書いていただき、歌ってる僕ら自身も背中を押される曲となっています。この曲を通して朝から活動される皆様の活力になれるよう、3月までしっかりと務めてさせていただきますと意気込み十分。イオンモールツアーと題して、全国21カ所のイオンモールを超 WA 読み使用和と一緒に回って、今まさに目の前のお客さんに接している祭り。2月25日日曜日まで毎週末続いている同ツアーで祭りの思いを体感してほしい。イオンモールツアー2月3日土曜日福岡、イオンモール筑紫野2月4日日曜日福岡、イオンモール福岡2月10日土曜日群馬、イオンモール太田2月11日日曜日群馬、イオンモール高崎2月12日月宿千葉、イオンモール八千代緑ヶ丘2月17日土曜日広島、イオンモール広島祇園2月18日日曜日広島、イオンモール広島府中2月23日金宿埼玉、イオンモール浦和美園2月24日土曜日東京、イオンモール東久留米2月25日日曜日千葉、イオンモール木更津終了公演は数愛チーム祭り。プロフィール賞は平成ポップスを歌い日本を元気にさせるお祭りのようなグループ。写真左から柳田有紀生年月日、1985年12月20日出身地群馬県。松岡拓也生年月日、1989年8月1日出身地兵庫県。小野寺翼生年月日、1994年7月29日出身地三重県。渡辺誠生年月日、1986年5月20日出身地福島県。鈴木渡生年月日、1991年11月26日出身地北海道。橋爪健二生年月日、1992年12月2日出身地静岡県。関連リンク祭りオフィシャルサイト、祭りオフィシャル X ツイッター、祭りオフィシャルインスタグラム。